皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画はこちら。私のチャンネルではもうおなじみとなっていますが、こちらの新型ミレル MB301 が本日より過去最安値になっている期間があるということで、そのセールが始まったことのお知らせと合わせてですね、こういった車の中で映像とかを見るためのツールの中で改めてこのミレルとかが何がいいのか、何が優れているのか、何に注意すべきなのかというところを最新版としてまとめてお届けしていこうかなと思います。いや、しかし改めてですけど、このミレルの301ってデザインめちゃめちゃ良くないですか？オッドキャストと共同開発になってますので、この最新世帯っていうのは基本的なスペックとかはもうオッドキャストとほぼ一緒。ミレルが良かった点もオッドキャストに逆輸入してるところもあるのですが、この筐体デザインはね、全然見た目違うんですよね。オッドキャストこんな感じです。どうですか？やっぱり私ミレルの方が単純にガジェットとしてのデザインは好きかなと思います。まず冒頭にお知らせしたこの過去は最安値になっている期間というところなんですけれども、本日8月9日の金曜日の19日から来週の8月18日日曜日の23時59分まで価格が最安値に引き下げられているという状況になります。そもそも発売当初と比べるとこの MB301 かなり価格が落ち着いているので、下げ幅がものすごく大きいわけではないので、セールもそんなに頻繁にやるものじゃないですし、セール以外の時でもね、すぐに使い始めたいってことを考えると、現在であれば通常価格ですぐに買ってもいい価格帯だと思いますが、どうしようかなって悩んでたりとか、もう直前に車納車される、どうしようって思ってる方にとっては、もうこのタイミングで買っといた方がちょっとでも安いので、このタイミングで購入をしてみることをお勧めしたいかなと思います。その最安値の価格にするためにはですね、何かしらのクーポン情報がないといけないんですけれども、私は常時その買おうと思ったその日に一番安くなるクーポンを同じコードでずっと発行し続けていただいてますので、概要欄の公式リンクの購入ページからアクセスして、購入前の段階でですね、クーポン情報 CSK_MB301 というプロモーションコードを入れていただければ、今回のセールはもちろん常に一番安い価格に自動的になるようになってますので、ご活用いただければと思います。またですね、前回公開したこのミレル301の最新アップデート、神アップデート配信みたいな動画がありまして、そちらでですね、こちらのミレル MB301 がもともと使えてた SIM カード単体での通信に加えて、この子自体が Wi-Fi ルーターになる、つまりスマートフォンとか別の機械に電波を分けてあげることができるという機能が追加になっています。詳しいことはそちらの動画をですね、ご確認いただいた方がいいかと思うんですけれども、その時に始まった YU モバイルとのコラボ SIM カードですね、月額も安くて初回キャンペーンとかがついている SIM カードがあって、多分それ契約した方がいいですねなんて話をしていて、私も実際今もうその SIM カード1本にして、社内 Wi-Fi 3台分月3000円ぐらいを解約して1本でまとめて使ってるんですけど、こちらですね、セール期間中に同時に契約して所定の条件満たしたものをですね、公式の LINE サポートに送ると1000円キャッシュバックもあったりするということなので、ミレルの購入と同時に SIM カードを買う方が今回今のタイミングはさらに安くなっているということですので、また改めてチェックいただければと思います。では早速本題に入っていきましょう。今ですね、こういったミレルの他にもこの車の中で映像とかを見たりするっていうツールっていうのはいくつかあるというのはもう皆さんもご存知かと思いますが、基本的には大きく分けて2つの手段があると思っています。一つ目はですね、HDMI 端子を使うものということになりまして、ブルーレイ再生レコーダーとか、Amazon Fire TV Stick とか、いわゆるご自宅でテレビにつなぐためのケーブルで HDMI 端子というものがあるんですけれども、その HDMI の出力に対応した機械をここで、このナビゲーションにつないであげることによって、映像サービスとかを見ることができますし、それを拡張させていくとですね、過去にナビオくんさんの動画でも紹介しているような、ブルーレイディスクの再生レコードを後付けして、その配線を HDMI につないで、ここで投影するといったようなこともできるようになっています。そしてもう一つの映像を見る手段っていうのは、今回のミレルのような AI ボックスと言われるですね、この単体の機械で映し出すタイプのものになりますね。この2つどっちがいいのかっていうのはなかなか難しくてですね、私も両方とも使える環境を整えてはいますが、両方とも正直使ってます。ただどちらを使う機会が多いかというと、圧倒的にミレルなんですよね。じゃあなぜそうなってるのかっていうところをご説明していく必要があるかなと思っていまして、今から改めてこのミレルがその HDMI での映像視聴に勝っているというか、なぜいいと思われるかっていうところをお伝えしていこうと思います。それでは早速いきましょう。ミレルの方が HDMI 再生よりも優れている点その1、一度買ってさえしまえば車を買い替えてもずっと使い続けられることですね。これはやっぱりね、大きいと思います。
私の場合は今こちらのレクサス RX 以外にも新型のベルファイアと LBX の3台所有という形になってますので、その車に固定でですね、こう施工するような形でビルトインでやってしまうタイプのものだったりすると、3台それぞれにお金がかかってきますよね。それぞれ施工しなきゃいけないということになります。それがですね、こちらのミルとかの商品っていうのは単純にケーブルを使ってナビと接続するだけなので、これとケーブルさえ引っこ抜いて Apple CarPlay に対応した車に差し込めば、基本的にはもうそれだけで使えてしまうということになります。HDMI 端子っていうのはメーカーが純正でですね、用意してくれているところもあれば、後付け加工で付けたりすることもあるんですけど、基本的に HDMI 端子を見るためにはそれに加えてこのナビキャンセラーっていうのは必要になってくるわけですよね。キャンセラーの用途っていうのは他にもいろいろありますので、映像を見るためだけではもちろんないんですけれども、それだけが目的っていう方で比較してみたときには、そのキャンセラー代が乗ってくるというところは一つ注意が必要な点だと思いますけれども、車を乗り換えたりとかしたときに一時キャンセラーをまた付け続けなきゃいけないということが、こういった商品にはないということになります。あと私にとってはですね、結構旅行に行ったりとか、あと他の方の車に乗せていただく機会が多いので、旅行先のレンタカーとか他のオーナーさんのお車とかでもそのまま挿して使うことができるっていう、これも結構メリットとしては大きいんですよね。車にとってのカスタム用品っていうのは基本的にそれを買った時、施工した時の車でしか使えない前提で買うことの方が多いと思うので、フレキシブルにどんな車にも、そして車を買い替えても影響が出ないっていうのはやっぱり一番の強みなんじゃないかなと思います。出た当初数年前の初期型モデルならともかく、今の FB301 であれば、私みたいな超ガジェット好きからするともっとスペック上がって速くなったら最高とかありますけど、撮影中もずっと出てるように2画面表示とかで起動してても落ちることないですし、サクサクに動くので、多分大多数の人は壊れるまで使えると思うんですよね。そう考えると、持ってないんだったら1個持っといた方がいいって本当に心から思えるのは、このまあ FB301 の特徴なのかなと思います。続いて2つ目です。今画面にも出てるんですけれども、地図アプリが使えるということが、これ HDMI 端子のね、製品との大きな違いであったりもしますよね。先ほどのように HDMI 端子を使って見るか、これで見るか、すなわち今出してない映像作品を見るかどうかっていうところで比較してるわけなんですけど、じゃあドライバー映像作品見ますかって話なんですよね。見ないじゃないですか。私も今日見ないですからね。もちろん映像が流れていれば、例えばミュージックビデオとかを流していて、で信号で止まるたんびに推しのアーティストを見るとかはいいと思うんですけど、走行中にここに目線を落とすことってやっぱりダメじゃないですか。私もいろんなこう車を乗るようになったり長距離走るなって思いますけど、絶対に危ないっていうのはもともと分かってるけどなお実感するわけですよ。なので危機意識が働いてれば、基本的に自分一人しか乗ってないのに流して、しかも見るっていうことは基本なくなると思うんですよね。そうなってくると、 HDMI の商品っていうのは基本的にあれ映像を見るためのもので使うことが多いじゃないですか。ブルーレイディスクもそうですけれども、一番人気の Amazon Fire TV Stick、 あれテレビで映すための機械なんで、テレビで映像を見るものに特化してるんですよ。なので同乗者とかがいなかったり見せてあげるっていう機会がない人にとっては意外に使わなくなっちゃうことが多くて、事実私も今 HDMI をこうやって投影するときっていうのは本当に人を横とか後ろに乗せて、しかもある程度長時間ですね、わざわざ起動して設定して、じゃあ作品を見て数十分見れるぐらいの時間が移動できるって分かった時にしかやっぱ起動ができないんですよ。そうなってくると利用シーンっていうのはやっぱ減っては来るわけなんですね。ここはご家族とご同居されていてとか、お子さんがいらっしゃって毎日のように乗るよって人にとってはまた意味が変わってくるんですけど、私みたいなドライバーにとっては、まあ、そういう用途の違いみたいなものが出てきてしまいます。そこに対してこのミレルなどっていうのはベースとしてこのいろんなアプリが入れられるんですね。テレビで使うもののソフトとかって限りがないので、スマートフォンで使える地図アプリなども基本的にはある程度入れることができてしまうんですね。そして特にこの車というものの相性としては、やっぱ一番相性いいの地図ですよね。今 Google マップを表示してますけれども、これに加えて Yahoo カーナビとかナビタイムとか、そういったスマートフォンでも使えるものがここでしっかり使えるようになっている。しかもちょっとマニアックなことを言うと、 Apple CarPlay とかで iPhone としてつないで車に移すのと違って、 Android タブレットで起動しているようなイメージで起動してくれるので、こっちの方が精度が良かったり機能がね高かったりすること多いんですよ。なので iPhone でつないで Google マップで使うとかね、 Yahoo カーナビで使うよりも絶対こっちの方が使い勝手がいいというような、ちょっとおまけ的な特徴もあったりします。そしてここの流れに続く次の特徴としては、やっぱこれですよね、2画面表示が使えることですね。最近のレクサスやトヨタの横長の 12.3 インチ液晶っていうのは基本的に2画面表示に対応していないので、地図と音楽を同時に表示するっていうことができなくなってますよね。これを可能にしてくれるのが MB301 なので、このね隙間なくちゃんと液晶を使い切ってくれて別の情報は表示できてる、これだけでもなんか車そのものの満足度も上げてくれるようなところありますよね。私は今ですね、助手席に人がいることを想定して、この Apple CarPlay の歌詞を表示しながら
ドライバーに近い方は地図を表示するっていう2画面分割をやりました。過去の動画でもご紹介してますけど、もともとはこうね、半分の分割はできたんですよね。ただこれを7対3にこう変えたりとか、まあその逆もできます、3対7に変えたりとかっていう、これが MV301 からできるようになったんですね。Apple Music の機能なので、まあ一人で走ってる時歌詞表示してたらね、それこそ映像を見るのと同じなので、ワンタッチでこのね、歌詞を表示しないで操作パネルだけ出すっていうことも可能になってます。こういう当たり前の分割機能が今のね、レクサス、トヨタのナビではできないところもあるので、これができるからして、そして映像を見なくても使える機能があるからして、このミレールを日々、毎日使えるっていう、これも特徴としては大きいんじゃないかなって思います。そしてもちろん2画面表示といえばこのようにですね、映像と地図をそれぞれ出すっていうことも当然できるわけなので、助手席や後部座席に人が乗ってる時に YouTube とかいろんな映像ソースを見せたいと思った時は、ドライバー向けにはこのちっちゃい小窓のところで地図、同乗者向けに左側の大きい画面でちゃんとこのぴったり合わさった比率でですね、 YouTube を見せるってことができる、これもベストな使い方じゃないですかね。これが HDMI とかの端末で使うデバイスにはできないことになりますね。2画面表示しない状態だとこんな感じですね。やっぱ真ん中にあってこの端っこに無駄なスペースがあるともったいない感じしますよね。ただ1点違いがあるとすればですね、 HDMI 端子で映像を見る場合はこのように純正の機能でですね、画面サイズが拡大されるという特徴があります。さっきまでの見れるよりもですね、こう縦方向に表示がちょっと広がるんですね。これはレクサスの14インチ対応ナビおよびトヨタだとアルファードベルファイアのみが対象になってきますが、14インチモニターを使っている私のようなオーナーにとっては、まあそういう意味で HDMI 端子の映像を同乗者に見せてあげたいときは頑張って設定して大画面で見せてあげようかなってやるぐらいなんですよね。逆に言うと LBX ですとか、まあ、他の 12.3 インチモニターですよね、この14インチじゃないトヨタ車レクサス車にとっては HDMI 端子で見たとしても別にサイズ感はミレルとかと変わらない。おまけにその場合は必ずこのナビキャンセラーが必要になってくるので、価格的にも結局同じかむしろ高くなっちゃうみたいな、そういったところがもどかしいところですね。前回紹介したナビオくんさんとオッドキャストのコラボのアンドロイダーであれば、ナビキャンセラーを使わずに HDMI が導入できますし、すごく安いんですけど、ただその動画でもご紹介したんですが、その手法を取るとそもそもこの14インチのナビには対応していないというか、純正の HDMI みたく下まで拡大はできないんですよ。つまり再生表示領域はここのサイズって変わらないんですよね。そうなってくると HDMI で見れるっていうメリットがちょっと変わってきちゃうので、今回みたいなできることの違いの比較を分かりやすくさせていただいた、まあそんな感じの流れになっているということですね。さあ続いてはですね、これも HDMI との大きな違いです。こちらのミレルは先ほどもご説明したように、中に SIM カードを入れることによってこの機械単体で通信をすることができます。つまり毎回ですね、車内 Wi-Fi とかもしくはスマートフォンからのテザリングと接続したり接続を待つっていう必要がないので、電源が入ればすぐネットにつながる、これもやっぱやってみるとすごくメリットだなと思いました。裏を返すとですね、 HDMI 端子で接続する機器のうち、ネット接続して YouTube とかを見るような Amazon Fire TV Stick の商品などはそれ単体にネット接続機能を埋め込むことは今のところできないので、必ず社内 Wi-Fi を月額1000円とかで契約してそこにつなぐか、スマートフォンとかから電波を分けてあげるテザリングをしてネット接続をする必要があります。いや、まあそれで私も数年間運用していたので別にそれがマイナスになるとかっていうわけではないんですけど、私が今回ミレルの YU モバイルの SIM に変えた大きな理由としてはですね、そのやっぱり社内 Wi-Fi ってなると絶対的に電波強度が低いんですよ。これはね、事前の動画でも結構説明してきてるんですけど、今のトヨタレクサスの社内 Wi-Fi だとどれだけ使ってもお金が1000円ってことになってるんですよ。そういう定額系でしかも安いプランとか格安 SIM っていうのは、たとえ同じ au とかドコモの電波だったとしても、もっと高いお金を払っているお客さんよりは混雑時とか使用が増えた時とかには制限が優先的にこうかかるようになってるんですね。私もそっち方面はどちらかというと明るい方なので、それ分かった上で使って契約してたんですけど、私全国いろんなところにこう配信とかしながら行くわけですよ。でその都度とかにね、社内 Wi-Fi とか使ってきてるんですけど、明らかに配信用に使ってるその高額プランを払ってるスマートフォンの定額と違って、社内 Wi-Fi につながってるオッドキャストとかスマートフォンの電波が途切れたりクルクルしちゃうことの頻度っていうのがすごく多かったんですよ。でそれがめちゃめちゃストレスだったんですね。社内 Wi-Fi 便利なんですけどね、一回契約しちゃえばずっとこう発信し続けてくれるし、ただまあそういうのその速度っていうのかな、品質っていうのがどうしても低いところが気になっていたし、私の場合は月3000円払ってるってことに3台でなってたので、コストもバカにならないし、そして先日このミレルがその中に SIM カードを入れられたのは昔からあったけども、その入れるだけじゃなくて、ここからね、
他のスマホとか同乗者に、まあ、要は社内 Wi-Fi と同じように分けてあげる機能がアップデートついたんで、すごくいい機能だなと思ってます。で、今後自分で使ってみてどうするかまたレポートしますって前回の動画で言ったんですけど、あれから全国走ってみて思いました。間違いなく、社内 Wi-Fi よりも、YU モバイルを挿して、このミレルに入れた電波とか、まあ、ここから出てる Wi-Fi ルーターの電波の方が強度が高かったんですね。だから私はもう社内 Wi-Fi に戻せなくなりました。おまけに私にとっては3台分が1台分になって1000円ぐらいで維持できてるので、そりゃあ、これになるよって感じですよね。ちょっと話脱線しちゃいましたけど、単純に HDMI で接続する機器と比べたってとこでいくと、他の機器の影響を受けずに自分で再生ができることに加えて、ことこのね、社内 Wi-Fi とかで使ってる方が多い環境においては、社内 Wi-Fi とほぼ同じような金額なのに、こっちの方が絶対に安定する。しかも社内 Wi-Fi と同じように同乗者が何人かね、乗った時には電波分けてあげることもできますし、もっと言うとこれは、電源さえ取れれば、別に社外でも使えるんですよ、ルーターとして。なので私よく画像を挿入してますけど、 MacBook とかに充電ケーブルとしてこれ挿して、 MacBook にこれ単体で Wi-Fi ルーターとして使ったりもしてるんです。なのでさっき言ったね、映像を見る以外の機能も使えるみたいなところもそうなんですけど、もう無駄がなくなるってことですね。その契約した毎月々の Wi-Fi 料金とかも、遠出しなくて車に乗んなかったら無駄になるけど、車に乗らないところでも使えるっていう、まあそういうのもあって、これもミレルの大きなメリットの一つに加わったんじゃないかなと思います。さあ、そしてまあ最後ですかね、 HDMI との比較のところなんですけど、価格についてですね、これは当初出た時は5万円台後半とか結構まあ高額だったりしたところもありますけれども、まあ、今は通常時であっても4万円台後半というところに落ち着いてきてるかと思います。その価格帯で比較した時に、その HDMI 端子で映像を見るっていうその手段、そのためにセッティングする費用と、まあ、そう変わらないというか全然割高じゃないと思うんですよね。正直キャンセラーもピンキリなので、なんか本当値段だけ優先したものとかいろんなメーカーさんのものあるかもしれませんけど、やっぱりその分トラブルとかにも直結しやすかったりとか、ものによっては入荷がどうのとかって言われることもあると思いますから、基本的にはですね、ブルーバナナさんとかナビオくんさんとかのように施工実績が多くて実績のあるところとしか私は比較をしていません。それでいくとやっぱりキャンセラーでも4万円前後とかかかってくるわけじゃないですか。そこにディーラーオプションの HDMI 端子をつけるのが1万数千円ってなると、もう5万円台突入するわけですし、最初から端子がついてるね、車種だったとしても今言ったキャンセラーの4万いくらとかっていうのはかかってくるわけです。しかもそのキャンセラーを使った場合においては、最初にも言ったように車が変わっちゃったりとか、レンタカーとか他の人の車では使えないわけじゃないですか。なので買い替えたりとかしたらまた同じ費用がかかってくるわけですけど、このミレルに関してはそれが一度かかっておけば、壊れるまではもうそれ以上追加でお金かからないですよね。さっきのルーター機能見たかアップデートとか無料で行われますし、前回ご紹介したアンドロイダー君の場合だと HDMI を見れるようにするために本当に2万円以下なので、パッと見コストとしては安くはなります。ただ先ほどのようにアンドロイダー君で見た場合は、この14インチモデルに関してはこの見れる表示領域が結局こう見れると同じで、そこのメリットはなくなるので、じゃあ何に使えるかっていう内容になってくると、まあ今散々私は説明してきたミレルの方が優れてると思う点っていうところでは全て劣ってることになっちゃうんですよね。あとはまあメリットの一つには挙げなかったんですけど、タッチパネルで操作できるのがやっぱり楽ですね。リモコンもいいんですよ。でもリモコンの差ってこう後ろから離れてる人が操作したりとか、走行中にいじる分にはいいんだと思うんですけど、細かい操作はねやっぱしづらかったりしますし、なんかそういったところも含めて HDMI の良さは、私にとってはですよ、 RX とかベルに乗ってる時はより大画面で見せてあげるから、同行者がいる時の長時間移動では頑張ってつけてあげよう。だけど短時間移動とか私が使うとか、まあ、そこまでなんか見るものがはっきりしてない時だけとかだったら、正直ミレルでやっちゃった方が話早いなっていう感覚になっちゃってます。なので私の中でどれかしか買えないので、おすすめどれしますかって言われた時に、万人受けするし、せっかく高いお金買ったけどあんま出動機会がないな、もやみたいにならないっていうのは、やっぱりミレルなんじゃないかなって思いますね。あとオッドキャストとミレルどっちにするんだ問題みたいなものあったりしますけども、やっぱりミレルがいいよって推してる理由としていつも言ってます、サポートがもう段違いです。今私もこれ最新版のディズニープラス見れてますけど、よくね書き込みあるんですよ、ディズニープラス普通ね入らないものがミレル入れてあるって聞いたけど、アップデートかかってアップデートしたら見れなくなりました、もう最悪みたいな、ちゃんと LINE サポート使ってますかっていう、普通だったら入れられないディズニープラスを入れてるので、更新かかった時の更新方法もちょっと特殊なんですよ。でもそれをしっかり日本語でちゃんと常にサポートしてくれるのはミレルだけなんですよね。だから私ミレルのサポートに沿って毎回アップデートしてるので、本当に最近ディズニープラスでいろいろ変わったんですけど、これちゃんと見れてます現状。再生すると版権の問題上あれなので再生はできませんが、これもミレルとオッドキャストどっちって最初になった時にミレルを押す理由
の一つじゃないかなと思いますね。あと公式 LINE のサポート、皆さんダメですよ。LINE の方から適当に検索して見れるってやってると、慣れ親しいアカウントとかがあるので、返事が返ってこないってよく聞かれるんですけど、それ大体ミレルのね、サポートじゃなかったりします。ミレルの LINE サポートについてはですね、買った人だけにちゃんとできるようにしてあるので、購入時の中に入っている取説ありますよね。そこをよく読んでください。そこにあるところのリンクからちゃんと公式 LINE と繋がれば、土日とかね、夜間を除けばしっかり LINE サポートで返ってきますので、アップデートとかこういったところとかわかんないことあったら、本当にぜひ利用してください。私が全力で押せる理由はもうこれがあるからと言っても過言じゃないので、ミレルがもしこのサポート完全に打ち切ってオッドキャストとかと同列になりますって言ったら、どっちでもいいんじゃないですかって言い始めるぐらい全く違うものだと思ってます。この動画を見られてる方もガジェットにめちゃめちゃ強い方ばかりじゃないですよね。というかそういう方は私みたいな人の解説を聞かなくても分かってると思うので、そうじゃないからこそ重要なのはサポートになってくるっていうところを改めて覚えておいていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで過去最安値になった新型のミレル MB301、 改めておさらいとして HDMI 接続機器とのこう比較、いいと思ってるところや、なんで私がそっちばっか使ってるのかっていう理由をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。そんなに何回も私同じ動画作りたくない派なので、ついついミレルとかね、何も言われないと数ヶ月作らないんですけど、最近もですね、改めてちゃんと説明してほしいっていうお声もいただいてたので、今回はセールに合わせてやってみました。セールについては概要欄の公式リンクの購入ページからご購入いただければと思いますし、その際に先ほどの CSK_MB301 のコードを入れていただくと、セール期間中はもちろんセール最安値ですし、セールが終わった後もその状態で買える価格の中では他のね、 Amazon とか含めて一番安い価格に合わせてくれるような自動クーポンになってますので、ぜひこちらお使いいただければと思います。このクーポンを使っていただくと、その最安値に揃うというところはもちろんなんですけれども、一応 Bluetooth の Air マウスといってですね、タッチパネルで操作しなくても操作ができるリモコンと、使う方多くはないと思いますが、このミレルからそのままモニターとかに映像を分岐させたいときに使うミニ HDMI ケーブル、これもおまけとしてついてきます。あとは数量限定なんでなくなっていることもあると思うんですが、私のコードを使った場合は私のチャンネルのステッカーが一応おまけでついてくると、欲しい方そんな多くないと思いますけど、それが特徴になってますのでご活用いただければと思います。いや、しかし本当に便利に使ってる新型ミレル、またね、こんな使い方がとか、なんかこういうのも動画にしてほしいみたいなことがあれば、定期的にはね、作った方がいいかなって私も思ってたりはするので、リクエストがもしあったらコメント欄などでぜひお知らせいただければと思います。ということで本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 X や Instagram のフォロー、メンバーシップ、 Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。